恋チャンネル。今日は大阪というかね、関西のホール競馬のチャンピオンにもなったルキア、アンポルルキアに来てもらいました。お願いします。来てもらったっていうか俺が来てんな。そうです、ルキアの自慢やな。ルキアと来ていただきました。ルキアがコラボして言ってくれたから、はい、今の紹介やってな。ありがとうございます。ルキアとは結構長いな。そうですね、知り合ってから。はい、出会ったのは6年ぐらい前になります。6年も前だ。自分は19歳だったんで。19歳、はい、神戸のな、SFK っていう寒川大さんのところでね、はい、やってて。19だったら少年出てきてすぐの。ルキアどうやった？めっちゃ初め、ぶっちゃけさ、はい、そんな仲良かったもんな。そんなというか、僕はむしろ敵だと思ってましたね。俺人何個じゃないかな。6つですね、ちょうど。6つか。はい、地元一緒なんですか？地元。いやー、第一印象敵、はい、俺は、まあ、年して6個も離れてるから、ね、そんな敵とは思ってなかったけど、タメ口はありますね。まあまあ、若いなって思ってて。ああ、そうですよね。まあでも、その時は1級やったよな。僕、16から8年まで格闘技してなかったんですよ。で、結構そこで、まあ、喧嘩ばっかりしてて、で、それをね、なんていうんですかね、変えるきっかけになったのが、新生系は、始まったのがちょうどその時なんで。まあ関西でジムで探すかなと思って、SFK っていうのがあって、知らなかったですよ、それの。で、なんか結構選手をすごい、見たじゃないですか、アンドルって。で、ここなんかすごい強そうなジムやなと思って、で、その自分を変えたくて、変えれるきっかけになったんで、やっぱなんか、もうやるって決めたからには、いるジムの選手は全員倒さなきゃなと。でそれでなんかすごいなんか、まあ、若いのもあったんですけど、まあ、目立ってる、まあ、小泉さんがもちろんその看板選手だったんで、絶対この人には負けたくないなみたいな感じで、うん、そういうのがあったんや。俺からしたらさ、名前切ったわけでもないけど、まあ、もう人に媚び売ることもなく、うん、めっちゃ具合性だと思うんですけど、若いのにどないしたのかなって、まあ、後輩やからなんかあったんかなと思って、うん、まあでもそんな年も離れたから一緒にな、はい、飯行くこともなく、はい、でもその時に俺はやっぱルキアがこうなるとは思えへんかったけど、負けん気はすごかったな、その時から。ああ、一番練習。めっちゃ練習もしとったしな。そうですね。はい、だから、こうなったことも全然不思議ではないよな。ええー。でも、俺がすごいなと思ったのはな、はい、あんなくすごい気合って生意気やったんか、はい、がさ、このたったの6年で、まだ25歳やん言うてもな、はい、だいぶ変わったよ、雰囲気が。そうですね。そう、めっちゃ変わった。俺びっくりしちゃった。だから俺の名前、中では生意気なルッキーやんか、はい、で、俺がさっき、時計は上がったやんか、はいはい、で、ルッキーが上がってきたやん。はい、生意気なんやろなっていう印象で、まあ、若い人だったら、おーみたいな感じで、はい、挨拶くれるやん。あんまりじっくり喋るときなかったけど、まあ、最近というか、まあ、電話とか連絡先交換して喋れるようになって、めちゃめちゃ謙虚になってんねんな。いや、俺、いろいろ経験したんやろなとか、まあ、こうやってジム持ってさ、代表してさ、関西からな、チャンピオンになって、まあ、いろんなことを経験したんやろなと思って、まあ、人は変わりますね。いや、嬉しいです、ありがとうございます。でも、かぶってるだけかもしれない。みんなかぶってるから、ルキア君から昔からコウジのことを見てて、はいはい、もう変わったことですか、はい、いや僕がね、そのコウジさんを僕は一番敵だと思ったんですよ。一番の理由がコウジさんってその頃ってまあ、言い方こんな言い方してるんですけど、別に特別有名な選手じゃなかったんですよ。でもコウジ軍団って今あるじゃないですか。それその時もいたんですよ。試合出るってなったら本当にコウジ応援バスみたいな感じの出るような人で、この人の魅力ってどこにそんなあるやろなっていうのは僕19歳の時に分かんなかったん でその時からすごい大きなこと言ってたんですよ。言ってたんだ。はい。でそれをほどほどく達成していくわけじゃないですか。それこそ武選手と戦った、フェンシングと戦った、でそんな選手いないんで、ほとんどすごいなと思って、関西のジムからそんな人が出るなんて、ね、なかなかないと思うんで、まあ、今の印象は本当に格闘以外を動かしますね。なんか先輩に褒められても嬉しいけど、いやいや後輩に褒められたらちょっとなんか照れるよな。でも本当に思ってます。はい、こういう対談になったらさ、うん、男の褒め合いちょっと気持ち悪いけどさ、まあ、俺はさ、ルッキアは新しい存在と思ってるな。マジな話、まあ、俺がすごいなと思うのは中高から出ていて、で初めて実力とこのビッグマウスと若さ全部が揃ってる選手だと思って。だからこれを貫いてほしい。ルキア YouTube 始めて、はい、YouTube 始めて露出増えたと思うから、はい、いやもちろんチャンピオンにもなったし露出増えて、はい、アンチも増えてたと思うねん、はい、いろんなこと言ったこともあるけど、もうそんな全然気にしてほしくない、欲しくない、うん、気にしてる時期あったんですよ、すごい、うん、もう今はもう気にしてもらいました、ね、全然戦、はいにいますよ、アンチ。もうルキア輝けば輝くほど影は大きくなるから、はい、
だからなんか光がささせばさそう、太陽がさせばさそうと影を多くなるもんや、うん、だから小野さんの時やが人気が出てる証拠やから、このまま行ってほしいな。で、うん、K1 どころか、はい、もう格闘技界を盛り上げてほしいし、うん、変えてほしいなとかすごい思う、ね、俺はさ、もう何も言うともう31やからな、うん、やっぱりこうルキアたちにちょっとでもつなげれたら嬉しいと思うし、強いやつおるやんか、ルキアの他にもおるわけやん、はい、まあ、それとルキアとやったらどっちが強いねんとかさ、はい、もうそれこそ俺がいつも言ってるようにさ、あの全身叩けるがやったらどっちが強いねんとかさ、そういうのも見せるようにしたいやん。俺はちっちゃい時さ、そういうのに憧れたやん、はい、日本統一そういうのもさ、ルキアたちにやってほしいし、今の若い選手はやっぱ頑張ってくれなんだろうからさ、うん、今の若い選手の代表やつだからな。いやいやいや、まあそうなるように頑張りたいと思うんです。でも本当にその駆け足は浩二さんが本当に有言実行して結んでいってるなっていうのは思いますね。格闘技って、まあ、どっちがまあ強いできそうじゃないですか。でもその格闘技を好きじゃない層にまで浩二さんは格闘技広めてると思うんで、それは本当にすごいと思うんです。市場までね、市場でやったね、すごい、もうすごいですね。でそれも言ってたんですよ、あ昔ね、何言ってたのかなと思ったんですか。でもさ、チャンプロードにも出てましたね。ルキアとそうだよ、でも天心と同世代やもんな。いや、ちょっと若いな、今は。そうですね、まだ結構若い、まあ、大きな国ではないかもしれないです。すごいよ、若いやつらはやっぱり。でもさ、ルキア、自分のイメージだから自分まだ若いと思ってる。いや、もうすぐ5になるんですよ。まあ、その選手としては、アスリート年齢としては、まあ、中堅の5に引いてくるかなとは思ってますね。成人式から5年経った、まあ、一瞬やで、成人式楽しかった、マジでめちゃくちゃ31やね、マジ一緒どうですか。だから俺がまさかこんな31で、はい、ルキアにこうやって喋ることなんて想像もつかんだった。あずっと若手にいてる気やったからさ。あ、なるほど。だから今頑張ってほしいし、もう強いねんから今もどんどんいってほしいな。そうですね、まあ、前回僕あの試合で負けちゃったんですけど、あ、まあ、結構ねそれまで盛り上げれてて、まあ、今までないぐらいの感じで、コールさんって試合前からその試合めちゃめちゃ盛り上げるじゃないですか。それ本当自分もその能力欲しいなと思ったんですよ。でそれなかなかできなくて、今まで絶対倒すとかそういう風な発言でしか盛り上げれなくて、でそれが今回も YouTube、まあ、YouTube もあるんですけどね、まあ、盛り上げれたんですけど、久しぶりにあんだけ盛り上がって一日だけ押し込んだんですけどね、もうね時間戻らないんで、はい、今はもう前向いて俺もうガッツリ生で見たからさ、テレビで、はい、俺あれいつものルキアじゃなかったよな。どうですか、うん、雰囲気がいつものルキアじゃなかったから、うん、俺みんな見てて、ルキアやばいんじゃんって、うん、俺はそれはもう絶対、まあまあまあ、ルキアが勝つと思ったから、はい、あれも入場の時見て、あれいつものルキアじゃないなって思ったな、はい、難しいよな、リングの上はな。まあそうですね、まさか僕もね、あんなことにあるとはね自分が多分一番思わないですね。でもそれが多分ね、満身なんだったと思います。まあそうやな、はい、まあでも25歳でそれを気づけてそれを語れるっていうのはすごいよ。俺だって25、6の時は何にも分かってなかった。まあ俺はさ、あの天才でもないからさ、ほんまに勝ったり負けたり来たけどさ、その分いろんなこと経験させてもらったと思うからさ、だから人よりこう喋るし、人よりな経験談みたいなのがあるんかなと思うけど、ルキアは25でそれを語れるのはすごいと思う。いやいや、な、恐縮です。 YouTube もガンガンいってんもんね。 YouTube そうですね、あの一発目の動画で2021年の年末までに100万人登録行くって言っちゃったんで、100人でツーリング100万人登録です。100万人か、おーすごいな。で言っちゃったんで、負けた時にやっぱり言われるじゃないですか、うん、まあ、YouTube なんかやってるから負けんねん、うん、相手は YouTube 撮ってる間にも練習してんねん、やっぱ24時間練習してると思ってる人もいる人は24時間そ, う、ね、そ, うまあ、そういう人もいるんで、うん、まあ、言われますけど、まあ、でも1回ね苦心にしたことなんで、それはちょっとここで負けたからやめるのはちょっとダサいなと思って。そうそう、うん、だからガンガン暴れたいと思う。何やっても言ってくれたら、そりゃそうです、ね、100万人行ってもルーキアは何やっても言われたら逆な話だと思う。ルーキアはどうよ、今後の目標は。うん、そうですね、まあなんかね、 K1 のある意味なんか顔になってきたなっていう、その、まあ、認知度の面で言えばですね、まあ、YouTube 多分 K1 で登録した数が多分一番多いんで、とこういうの言われるんですけど、何かの顔になりたいっていうのは僕あんまないんですよね。なんか番長格闘技、まあ、好きな人はやっぱ好きじゃないですか。でも浩二さんのめちゃくちゃ見習いたいところで言えば、本当にその格闘技を知らないとかあんまり興味がない層にまで試合をしたら届けられる、そういう風な人間にやっぱなりたいと思いますね。まあ、浩二さんはこれずっと昔からやってたんですけど、やっぱ会見する意味って、例えば明日頑張りますとかやったら誰も見ないじゃないですか、うん、だからそういう人を引きつけれる人間になりたいなっていう風に、いやいや
や本当にそこを夢に関しては本当に高橋さんも見に出る人いないと思うんで、絶対な、もう立派やね。25歳でこのコメントができるところが立派、本当に思ってますね、それは。じゃあ、ルッキーは選手として今後の目標はもう、はい、格闘技界を盛り上げるっていうことが、じゃあ、まあそうですね。あとはやっぱ僕は強さでもそれを証明していきたいんで、やっぱり同じ怪獣の返上と一緒、人間には負けたくないですね、やっぱり同情と一緒。俺はさ、格闘技ですごい思ってるのはさ、格闘技でめちゃくちゃ頑張ってるやつがおるやん、若い子。そういうやつらがさ、やっぱりさ、ルキアみたいになりたい、コウジみたいになりたいって思われる存在じゃないとあかんと思うから、はい、っていうことは、さ、ちっちゃい子はさ、むっちゃサッカー選手とか野球選手とか、そういう攻めて YouTuber や、なんでそれ憧れかって、やっぱ稼ぐからって思うんだよ。だから、俺らも格闘家でやっぱり稼ぎたいし、はい、稼いでるとこを見せていかなと思う。だから俺はじゃあじゃあ時計つけたり、本の名誉の連れたり、車乗ったりするのは中世界。だから俺はそれを必死にルキアの世代につなげたいと思うし、ルキアもそれをもっと俺よりもさらに暮らしできるような格闘技界を作ってほしいなって俺はリアルに思う。ほんならみんなやっぱ格闘技界目指すと思うし、そうですね、だってさ俺らがめっちゃ命かけてるもん。まあそうですね、まあ全スポーツすごいね、全スポーツすごいけど、はい、リアルに命かけてるのは俺だよ。殴り合うわけだから、いつ死んでもおかしくない現状を知ってさ、それでさ、やっぱ他のさ、格闘家には負けたくない、ほじゃ他のスポーツ選手に負けたくないやん、はい、そこを俺は目指してるから、もっともっと世の人にちょっとでも格闘技界を知ってほしいし、もっともっと稼げる格闘技界にしたいと思ってるし、子供のなりたい職業ランキングに格闘家が入るようになりたいですね、はい、うん、チャンプルームのランとね、やっぱり平和のね、年上年下関係なくほんまに関西からチャンピオンになって、もうこれはほんまに偉大だと思ってるんで、まあ、そんなルキアをみんな応援してもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ今日はルキアありがとう。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。